おい、次回公演は私が主役だからね。マテリアの歌でデビューか。まままあ、本日のゴンドラの運転は間もなく終了します。チケットをお持ちの方はお急ぎください。よし、次はゴンドラにシュシュシュ。本日の特別公演お楽しみいただけましたでしょうか。本公演のチケットをお持ちのお客様はこの後スカイホイールスクエアのゴンドラにもご乗車いただけます。どうぞどこまで行くとか旅をお楽しみください。それでは行くと。ご利用ありがとう。この時間はカップルタイムとなっております。恋人やお友達を乗せゴンドラはゴールドソーサーを巡る旅に出ます。窓枠で切り取られたきらびやかな景色、それはまるで2人きりの美術館。ゴンドラをご利用ですね。至福のひとときを存分にお楽しみください。練習練習。何の練習だ。ん？やがて来る日のために。おい、エスコート。うん、なるほどなるほど。ん？そりゃ、はしゃぎすぎだ。ってからは忙しくて忘れてたって言ってたけど。私の初恋の相手ソルジャーなんだよね。戦場で出会った、多分ソルジャー。その頃の私の最高の技を出したんだ。シュ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 って、拳から波動が出てるつもりだった。だから私はあいつがやられたって倒れた時も本気にしちゃってさ。でも全部文字通りの子供だまし。それに気がついてからもうあいつのことばかり考えちゃって、いつか
本物の波動をぶち込んでやるってありえないくらい修行頑張ったんだよね。でもさ、よく考えたら優しいよね。普通にいいやつだよね。そんなこと考えてるうちに、はあ、好きかもってさ、そのせいかな。まだ波動は出ないよ。手伝ってやる。ん？修行？恋？恋なんて俺にはわからない。はあ、残念な私たちだね。その時はその時、多分それが正解だ。しっしょさっきのこと誰にも言うなよ。